中京 TV スポーツ。それでは石橋選手のお話を伺います。よろしくお願いします。まずは放送代表して CBC 西村をお伺いします。まずサインはされましたでしょうか。はい、しました。去年の契約が終わったところの年俸950万円推定という形でしたけれども、今回の契約の内容はいかがなんでしょうか。まあ少し上げていただきました、はい、30分以上という形の話し合いになったと思うんですが、まず代表からどのような話がありましたか。そうですね、まあ、あの今年終わってみて、まあ、打撃面での貢献も決めてく試合を決めてくれた打撃もありましたしっていう話もありましたし、まあ、あのジャパンにも行かせてもらえてすごくいい経験になったのかなっていうお話をしました。まあ、実際に今シーズン振り返っていきますと、怪我明けで6月から1軍という形になりましたが、そこからもう完全に帯同していくという1年になりました。そのあたり一軍での経験というのはどう振り返りますか。まあ、正直前半戦苦しい思いしましたし、悔しい思いもして、なんかもどかしい日々は続いてましたけど、後半戦上がって出場する機会は増えたんですけど、まあ、後半戦自体もそんなに満足いく感覚ではなくて、もっとやれたんじゃないか、まあ、宇佐美さんは来ましたけど、宇佐美さんが来た時にはもうちょっとこう自分をアピールできなかったのかとか、もっともっとやんなきゃいけなかったのかなじゃないですけど、もっとアピールしてもっとガンガンいかなきゃいけなかったのかなっていう思いはあります。はい、そのガンガンいけなかった部分っていう、ご自身の中で今もまだ不満が残っている部分っていうのはどういうところなんでしょうか。具体的に言うと、まあ、技術が足りないのはもちろんですけど、まあ、自分のメンタル面というか精神的にすごく弱いので、まあ、そこをもうちょっと鍛えていかないと、まあ、ジャパンでもあったように勝負どころの試合で力を発揮できないですし、毎日試合をやっていく上で、持ち味じゃないですけど力を発揮することはできないと思うので、技術はもちろんですけど考え方であったりとか、もうちょっとこう一プレイヤーとしてハートが強い選手にもっとなりたいなとは思います。まあ、その中で先ほど代表の言葉にもあった通り、勝負どころを決めてくれたという話もありました。ホームラン2本、いずれも勝ち越しホームランですし、得点圏打率も随分と上がっています。そのあたりのご自身の中での評価というかですか。まあ、怪我していてキャンプのリハビリの時から、まあ、片岡さんと、スイングの矯正をして、ちゃんと教えてもらって、それを継続したら2割5分絶対打てるっていうふうに言ってもらえて、それを頑張って自分の中で継続しようとしてきて、まあ、波はありましたけど継続しようと自分では努力してきたので、まあ、それが最後の最後少しは身になったんじゃないかなとは思うんですけど、やはり波はありますし、まだまだ自分のものにはできてないっていう実感はあるので、もうちょっと頑張りたいのかなと思います。お話を聞いているとまだまだやれる、あるいはやりたいというシーズンだったのかなと思うんですが、その最後に日の丸もついてきました。代表での経験というのはどんな風に今フィードバックされますか。すごい本当に刺激的な毎日でしたし、まあ他の球団のレギュラークラスの選手たちのレベルの差も痛感したのもありますけど、それを痛感した時になんかもっとやりたいと思えるような、野球をもっとしたいと思うようになりましたし、もっと上手くなりたいと思いましたし、少しでも追いついてもっと自分も大きな舞台で活躍して改めて勝ちたいと思いましたし、本当にモチベーションを上げてくれたので、まあ、明日から台湾にも行きますけど、本当に少しでも上手くなりたい、強くなりたい、レギュラーとして勝ちたいという思いが一層強くさせてくれたのかなと思います。その中で今シーズン半シーズンの半分ぐらいほとんどまあフルで1軍にいる中で、逆に自分の中で通用したなと思う部分っていうのは何かないですか。そうですね、まあ、正直まだまだ自分で
まあ、小田さんともそうですけど大野さんともやっぱ日々僕の中では調整というよりはレベルアップして常に上手くなりながらシーズンを通していかないといけないタイプだと自分でも思っているので通用したというよりはどんな面においてもレベルアップを図りながら常に成長を考えながらシーズンを過ごしてきたので通用したというよりはどんな面においてもレベルアップしか考えていなかったです。そうなるとその明日からの台湾というのがまたレベルアップの場になると思うんですが具体的にどんなところを鍛えていきたいなというふうに思いますか？まあ、技術的な面はもちろんですけど、まあ、正直その侍ジャパンの時に自分技術面はもちろんなんですけど技術じゃなかったりとか言葉では言い表せないようなレギュラー陣の風格じゃないですけど立ち振る舞いとか自分の中で感覚あこういうレベルまでいかなきゃいけないんだじゃないですけどレギュラーになるためには器の大きさじゃないですけどまだまだ自分には物足りないというかまだまだ全然ダメだなと思う部分があったので、まあ、言葉で表せないような器の大きさであったりとかそのレベルまで達せれるようにそしてまあレギュラーになるためには技術以外の面でも磨いていかない面というものはフェニックスリーグの時に片岡さんや小田さんと大野さんとも話したのでもうちょっとこうキャッチャーの石橋康太としての人間をレベルを上げていかなきゃいけないのかなと思ってます。そうなるとこの台湾も含めて長い上に非常に濃い2023年になりそうですね。この後もそうですね本当にジャパンの時から台湾いろんなこと試してみたいこととかさらに試合に出たいと思えるようになったので本当最後の最後まで怪我をしないようにもう怪我をしたらないとかないと思うので怪我をしないように少しでもやっぱレベルアップして来年少しでもこうなんていうんですかね木下さんや宇佐美さんに勝負を挑めるような立ち位置までいけるように頑張りたいなと思います。今来年という話が出ました、そのいわゆる先輩2人に対して追いつけ追い越せするためにまず何を強化しそしてどんな風にやっていこうかなあるいはどんな成績が出ると2人に追いつけ追い越せできるかなというふうに思いますか？まあ、もう全てにおいてレベルアップしなきゃいけないというのは当たり前ですけどやはり自分にとってレギュラーになるためには技術を強化するだけでは本当にレギュラーになれるとは思ってないのでレギュラーキャッチャーとしてのチームの立ち位置だったってあったりとか感覚であったりとかさっきも言いましたけどキャッチャーの石橋康太としての器の大きさであったりとかそういうものをもっとこう上げていかなきゃいけないのかなと思います。その今ちょうど木下さん宇佐美さんという名前が出ましたがその2人に自分石橋康太が勝れる部分この部分を取りたいなこの部分をもっと強化したいなという部分あれば教えてください。全部ですね。もうなんかこの面で勝てば勝てるとかそういうのはないのでやっぱレギュラーになるためには侍ジャパンでもそうですけど全部の面においてもっと向上心を持ってレベルアップしなきゃいけないですしこれだけやっていればいいっていうものではないのでもう全部追い越せるように練習したいなと思います。